エクリスから遠く離れた天空の地、セレスターラに生まれた彼女は、不治の病に侵されてなお、生きることに前向きな少女でした。いつか迎えに来るエクリスを、楽園へ誘う天使のように思いながら、限られた時間を。幻と